Thank you めちゃめちゃ意味のないものを作りたいもう人が必要としてないもの自分自身の用途のないものでお金を出して買ってもらったり評価されるっていうのが一番最後のゴールなのかなとは思ってる死ぬ間際になった時は楽しいことをやっときゃよかったんだって思うんだろうね気遣ってね適当にやってたら結局それで終わっちゃうからうまく属せなかったとこにわざわざね自分を押し殺しているんじゃなくて認めてくれる人と一緒にやるんだったら意外とうまくいくんじゃないかなと変わり者を受け入れ 個性を認め合って自己表現できる場所変わり者って言われる人間は逆にすごくいいことだと思うからそれを補ってもらえる人だったりとか個性が最大限に使えるところの場所を早く見つけた方がいいなと思います。ちょっとうん 今もう続けてやってる翔平君自身がやってる「リトル・ウィロー」ってブランドについてお聞きしたいんですけどもともとそのブランド自分のブランドは、はい、その絵を描いててそこでペンネームみたいに自分の名前「リトル・ウィロー」っていう名前を書いてたのが始まりでで。 大学ぐらいから始めたのかなその大学4年生にあたって、やばい、働かないといけないと。なった時に始めて。で、売るってなった時に、アパレルにこう自由にペイントして始まったのが最初。ああ<ー>、うん。あれは、基本的には、うん、なんですか そういう自分でシルクで吸って,てるじゃないですか、うんうん、あれはなんかこだわりみたいなのあるんですか一応まあ大量生産も全然できるんだけど、うん、その昔ねお世話になったゆうきくんが T シャツのプリントを自分でやってたんだよねああ<ー>で、はい、いや,やってたなと思ってじゃあ一回教わりに行こうと思って初めて今ずっと続けてるはいなるほどす、ね、うん あと、ものづくりがめちゃめちゃ好きだったっていうのもあって、自分でこう、どうにかね、できるものはやりたい。うん。業者に送る、大量生産とかそういう世界だけど、アパレルはね。はい、でも、どうにかね、こう、自分で一回やってダメだったらそうしようかなと。もう、とてつもなくね、大きなブランド、 まあヒールコレクティブも結構大きくなったから頼んでるんだけどそういうものはそういうものはい、自分でやりたいものは自分でやるっていうのに分けるようになったリトル・ウィローに関しては全部手刷りで一枚一枚やって一、うんうん、枚一枚手刷りでやっててでそれを梱包して発想するみたいなはい、うん、そのシルクのやり方とか、うんうん、技術っていうのは誰かから学んだんですか、うん それがくん、はい、うん、教わって学んで学ぶって言っても一回やって見せてもらって結構背中で語るみたいなね、はい、ヤンキーだからだからあんまり教えてくれないですよあそうなんですねだから徐々に徐々にやって「俺こういうことやってんすよね」って言った、まあ、業界の人だったりに「こういうのいいよ」とか「はい、こういう店で買ったらインクとかは調子いいよ」みたいな感じで徐々に。 クオリティが上が上ってってあのー、商品になっててきるほどですね。なんか最近だとリュックみたいな出したりしてますよね。今まで T シャツだけだったのがト、うん、ートバッグもそうですし、うん、キャップとか、うん、徐々に派生してって。うん、そうだねでももともとは本当にアッパレルというか表現できるものだったら何でもよくて。で自分の 書いたものとか作ったものがまあお金を出して買ってもらうっていうことは評価してもらうみたいな自分のねあったらあんまり変だからさ評価してくれないけど物自体にはね評価してお金をつけてまあおかこの値段でね買ってくれるんだなっていうのは嬉しくてそれでずっと続けてる、ねはい、なるほどです、うん なんかそ,のそれぞれのグラフィックに、うん、まあいろんなグラフィック障壁が書いてると思うんですけど、うん、まあ込めてる思いとか、うん、メッセージとかって、うん、メッセージはその社会的にこう負の気持ちになった時のものを書いてるのとその幼少期好きだったものを自由に書いてそれを アパレルで表現する。はい。なんか最近だと、うん。なんていうんですかね、社会問題みたいな。うん,うん。なんか、一時期ハバって、ずっと YouTube で見てたじゃないですか。そうだね。社会問題っていうか、社会不適合者だったからわかんないけど、大学のその4年生でさ、建築学科だと、あのー、卒業制作みたいなので、一個でかいね、はい、あのー、 作品成果物を作んないといけなくて年間を通してそれでなんかホームレスについて調べるをやっててでなんかそういうやっぱちょっと社会とはねずれたね生き方をしてるっていうことが人が好きだったっていうか好きっていうのか分かんないけど興味が湧いて。 なんかそういうことも兼ねて今のデザインだったりとかやる行動とか手法とかは来てるのかなとはい、なるほどす。うん、しかもあ何が出してるかな、うん、とハートとかっすよね。ハート。あとそう<ン>ハートが割れてるとかね。イント用とか白黒、はい、ね。<laughs> そうだね。そういうものをやっぱ ポップに描くものもあればなんかそういうものをやっぱねデザインにして来てくれる来てくれる人もやっぱ自分のちょっと好きなニュアンスの人が多いのかなっていうだから自分とちょっと似てる人が多いのかなって思ってるからずっとこういう絵の感じとか描くものはあまり 変えないいでやっていこうかなはい、はい、なるほどですなんか最近今後なんか出そうとしていく予定のアイテムとかあるんですか今後はどんどん服がとかアパレルが売れるようにはなってきてるから、はい、めちゃめちゃ意味のないものを作りたいもう人が必要としてないもの <laughs> 例えばなんか変な,なかオブジェだったりとかさ、はい、人形だったりとか、はい、なんかアートアート 的なななものじゃないけど、はい、なんかこうね今はさ絶対生活にこう使うもの、はい、服とかリュックとかアクセサリーとかねなんかスケートボードも一応その遊びで使ったりじゃなくてただ置いてあるとかね本当に自分自身の用途のないものでお金を出して買ってもらったり評価されるっていうのが一番最後のゴールなのて。 ななのかなとは思ってる実際にそのリトル・イルを今、うん、えと販売じゃないですかリリースした時のリアクションとかってどうなんですか、うん、リアクションは結構いって個人まりとやってるからだからそのでかいブランドだとヒールとかだとねリアクションはあからさまに分かりやすいけど。 結構リピーターとか自分が好きでこう買ってくれる人が多いなって感じるああリピーターが多いんですねリピーターも多いかなうんそうなんかあれですか街中でリトルイロー着てる人見かけるとかありますうんリトルイローもしっかりヒールもしっかり結構ねたまに見るよでも 本当に見るのは渋谷とかね、そのちょっと発展したところは結構、なんか結構な頻度で見,見,見る。あマジですかうん、嬉しくて、ビームスとかにもさ、今、はい、プレイボーイとコラボして置いてるじゃん。ヒールコレクティブで、うんはい。それとかは結構、<coughs> いろんな店舗にね、いろんな店舗のビームスに置かれてるみたいだから、うん、そのね写真を俺に送ってくれたりするよ、ここにも置いてあったとかね。あ<ー>うん とかあのか俺の俺らの、ね、ためにね還元するために買ってくれたりとかねそういうのはめちゃめちゃ嬉しいなって思う声かけたりするんですか,うんなんか声かけてもらうこともあるんだけどあからさまにこれ知ってるだろうなみたいな自分のことをまあ過信してるわけじゃないけどあからさまにこいつこの人 知ってるだろうな、みたいな態度取らえるときは、もうめんどくさいから、話しかけちゃう <laughs>。話しかけですね <laughs>。<laughs> でも、来てたりしないとちょっときつい。<laughs> ああ、まあまあ。うん、とか、そうだね。それ以外は、まあ、あんまり外にも出ないしね。ああ<ー>、うん。まあ、リトル・イローまあ、翔平君のスケートスタイルありき。 うーん、それもあるけど、<う>だんだんでも、スケーターじゃない人も買ってくれてるから、<ー>それはそれですごいいいなって。今後もはスケボーは続けていく予定なんですかスケボーは続けざるを得ないだろうね。本当に生活の一部みたいになってるから、はい、気持ち悪いやらないと、はいうん。何か上手くなりたいとかじゃないんだけど、なんかやってないと。 なんかご飯食べてないかぐらいこうや,りたくなやりたくなってくる常に一定のね一時期スケボーやめたいみたいな、うん、まあやめたいというかヒールコレクトィブだと表舞台じゃなくて裏側に行きたいみたいな、うんうん、それは見え方ね見え方っていうかスケボーはやり続けるけどはい、はい、やっぱ若い子たちがスケボーしてねもっとね重大 20代前半の人たちがこう目立っていてそれをサポートできるようになったら嬉しいなと思ってあ<ー>だからスケボーは多分やめることはまだないと思うけどそういう意味でなんていうんだろうこう抑えないとなっていうのはあるかな。なんかまあヒールコレクティブはもそうですし、うんまあ、翔平君自身の。 スタイルもそうですけどどちらかというと、どちらかというと、完全にストリートな滑り、スケーターが集まってたりとか、そうだね。昇恵君もそうなんですけど、うん、まあ 2020, 2020年か、うん、東京オリンピックから、うん、スケボーはこう正式種目になったじゃないですか。うん、そ,そういうのって、うん、あの時って結構話題になってたんですけど、昇く、うん、君、どう思ってましたそれは なんかめちゃめちゃ多分興味あるとかなんて言うんだろうこう嫌だなって思う人とかもストリート業界だったらあったと思うけど俺は全然すんなり入ってきてなんか別物、うん、自分が楽しいその競技スポーツをやる人はオリンピックで頑張ればいいしなんか ね、俺らみたいにこのストリートの方でなんか自己表現してる人たちは、はい、まあ一緒にこう頑張ってやっていこうとは思うかなはい、はい、うんだからあからさまにちょっと分断された感じはするよねストリートスケーターとオリンピックで<ー>に出るようなスケーターっていうのはねしかもさオリンピックでこうみんなどんどん日本人がさ勝ってて優勝したりしてるじゃんはい。 すればするほどさストリートスケートボードはねすごい社会的には結構厳しくなってくるからねまあそうっすね、うん、捕まったりしてるし俺の友達とかはクルーで滑ってて百何十万って罰金取られたりとかねマジっすか、うん、それ何か物壊したから、うん、とかですかまあ器物破損、はい、やっぱこうね手すりとかね階段とかねまあ縁石とかをかけないといけないからね、はい、なんかそういういのが まあ街を自由に滑って街をこう遊び場にするっていうのが多分スケートボードのね楽しみ方でもあるからだからねちょっと逆行してるよねやりたいことと必ず法に触れるもんねそしたらね <laughs> いや難しいですよねただ、うん、まああれですねそのオリンピックの話でいうとストリートのスケーターもあの競技うん スポーツとして捉えてるスケーターも、うん、裏でというか、まあ、みんな結構つながってますからね友達、うんだ,ね、だったりとか確かにある程度力量ある人オリンピック選手の堀米雄斗君とかさその白井空君とかこのオリンピック代表みたいな人とかも理解あっての多分スケボーしてるから、はい、ストリートもねだってみんなやってたわけだしなんかやっぱ 2つともちゃんと認めてプロフェッショナルになる人がやっぱ一番頂点に行くのかなとは思って、はい、でも最近見た記事とかだとストリートで滑ったことありませんっていうなんかガールスケーターとか見たことあるよ見たます見ましたなんか記事すごいよねそれね今じゃありえないあ前じゃありえないもんだよ、はい、今後こうなってったら多分パークがいっぱいできてストリートはもうより一層厳しくなる うん、それどうやってやっていくのかなっていうのは楽しみでもあるけどねでも日本じゃ多分厳しいよねだってそのオリンピックのタイミングとかでニュースにも上がってましたよね迷惑スケーターとか言ってそうだね迷惑じゃ迷惑だよねだも <laughs> ね <laughs> そうですね分かってんだけどね 楽しいんだよね、はい、でもスケーターからしたら、うん、まそれが正義というかかっこいいことでうんかっこいいでまだやってるんだったら多分まだ中途半端かなって、はいうん、もうやりたくて仕方がないと <laughs> そういう人がやっぱやるんだったら多分わきまえてると思うそのストリートのやり方も、はい、かっこいいでやるとまあ警備員に怒られたりとかね、はい、警察に怒られて なんかちょっと社会的なんかヤンキーチックなこの、うん、こういう俺かっこいいぜみたいなね、はい、そういう人たちはまあ中途半端の人が多いかなうん本当にだってかっこいい人とかね <laughs> 普通に謙虚に謝るしさうまくやってるもんだからよしけんとかもそうだしね<ー>謙虚だしね確かに、うん、それこそ名前出してるのか分かんないですけど あの森田孝弘さんとか<ー>もうその街と共存するようなスタイルで今滑ってるじゃないですか、うん、まあそれもかっこいいですからねそうだねうそういう意味で翔平君がそのストリートで滑っていく中で、うん、まあ意識してることじゃないですけど社会のからのけものじゃないですけどスケーターたちが、うん。うん まあ、そういういことを意識してると、はい、注意されないようにじゃないですけど共存していくためにみたいなうん注意されないようにとは思ったことはあんまないかな、まあ、された時、はい、どう対応するかなっていうそれまではもうやりたいことやってもう捕まっちゃったら捕まっちゃっただなとは思うかなそうじゃないとね自由に動けないしねまあそうっすねうんそれはもう一生の課題じゃないスケーターの まあそうですね。だって絶対ね、怒られるんだもんね。まあ、グラフィックアーティストとかもそうじゃないその、はい。スプレーとかさ、やったりする人とかもね。それはでも、まだ答えがつ、ね、たどり着かないよね、絶対。まあ、そうです、ね。誰しもが。うん。う海外行くしかなくなっちゃいますからね。まあ、海外行けばいいっていう問題じゃないと思うけど、はい、人間性はあるかもしれないよね。寛大さとか。はい。 なんかね、島のね、島国だからね。だから、そういったちょっと人口がこう集まりすぎたとこの対応と、やっぱ、大高原でね、はい、こう生活してる人の気持ちはちょっと違うだろうね。うん。そうっすよね。変化みたいなのは自分で感じてるんですか いやなんかすごい良かったなと思って人とやることがなかったからさはい、はい、何かをそれにあ<ー>自分だけでさいつも行動してたけど人を絡めてこうやってね一生懸命やっていくとこんだけ広まってねこんなにもなんて言うんだろういろんなことができるんだなってすごい感じたもともと個人プレーが好きでサッカーやめてスケボーを始めたのに、うん、でまたうん 連携してとというかチームでやることの気づいてまたそうだね多分いる場所もあるんだろうねはい、はい、その自分がこううまく属せなかったとこにわざわざね自分を押し殺しているんじゃなくて認めてくれる人と一緒にやるんだったら意外とうまくいくんじゃないかなああ、はい、それでも大変だけどね喧嘩したりねやっぱぶつかることは全然ぶつかるし ね、気遣使ってね適当にやってたら結局それで終わっちゃうからねはい、はい、全然そういう時はもう喧嘩するえどういうことでぶつかるんですかうーんとね普通になんかやる気がの力量が違かった時とかねサボんのみたいなねとかそういう時もあったしなんか方向性がちょっと違かったりとか そうするときは、ちゃんと言い合って、うん。長らくできたもんだよね、そうやって言いながら。うん。よかったなと思う、今は。うん。まだやってるけどね。頑張って。それはヒールの話ですよね。うん。確かに。ヒールコレクティブじゃもう主要メンバーですからね。そうだね。 ヒールっっててにどんなとってどんなな存在なんですかそういうなんかちょっとね変わり者を受け入れて、ね、みんなが変わり者だからそれが集まって自分の個性がこう個性を認め合って自己表現できる場所だったりとかはい、はい、本当に。 社会的にちゃんとできるやつも多分いると思うけどなんかそれもまあヒールの一員でよかったなとは思うかな、はい、まあそのヒールコレクティブってスケートアパレルブランドですけど、うん、ま代表がフィルマーのシンさんじゃないですかシン、うん、さんから受けた影響とかあるんですか芯から受けた影響はい そんない、なんか思い当たる節はないけど、一緒にやっていくれて信じなかったらだめだったんだろうなっていうタイミングはあるから、<ー>自分が本当にやりたくないことをカバーできるとか、自分が苦手なとこをね、補ってくれる人と一緒にやるのは結構いいよね。はい、そうですね。うん、しかも結構的確なアドバイス、そうだったりするんじゃないですか。う,ね、うん 普通に傷つくようなことも平気で言うし、俺もそうだったんだけど、<laughs> はい、だから、何て言うんだろう。変な勘ぐりがないというかね。ああ<ー>、うん。楽だよね。うん、気遣ったりしないし。はいはい。うん、そういう存在がいるっていいですよね、うん。大切だと思うよ。誰にとっても。一人じゃ結構むずいと思う。うん、まあね。彼女しっかり、その奥さんとかね、はい、そういうの。 人家族とかね、絶対大切だと思う。なるほど、そういう経緯があって、うん、ヒエルコレクティブの試写会の挨拶の時に、うに、ん、みんなの前で、みなさんも彼女作った方がいいですよっていう、発言をした、うん。それは結構やばいかったよね、酔っぱれすぎて、ね。<laughs> これからは結構気をつけないと、発言をですか、発言を。<laughs> うん。わきまえて、 程よく頑張っていきたいそのままでいいんじゃないですかね。うん、そのままでいいね、はい、生きてはいきたいけどね。チームのしてだったらね、誰かが損するようなね、はい、行動は取らないようにしないと。そんな感じかね。まあ、そうですね。<laughs> リトルウィローは続けて何年ぐらいになるんですか大学生の時に、 からつああでもちょっとやめたり止まっちゃったりしてたからどんぐらいだろう今が2023年でしょはいでもそんな長くないのかな、はい、そしたら2018年とか2019年、はい、19年ぐらいに多分ヒール、はい、ヒールコレ,コレクティング完全にもう気合い入れて始めだしたからその1年前とかかなうんなるほど そうだねやっぱ知名度もないし人気もない人間はさ難しいよねモノオールに対しても表現することに対してもだから今はもうちょいさ認知も人気もついてきたからさうまくいってるかもしんないけどそういったね動きは必要だはいよ、ね、はいはいはい、うん、逆にここまでそういう認知とか、うん、されてきて、うん あの支持されるような状況になってきて、うん、今後もっとブランドをこうしていきたいみたいなのは、うん、今思い,思い描いてたりとかしますかブランドがこうしていきたいっていうのはあんまりなくってこのままちゃんと続けていってなんかもうちょいでっかい母体にして人もこうね自分みたいにちょっとくすぶってる人たちを こういうのやらないかって言ってね一緒に働ける場とか作れたら最高だよね、うん、確かにそれでまあアトリエとかね劣界とこ借りてこう自分の自己表現とかがまだ見当たらない人がねうまく表現していく場を作れたらはい、はい、めちゃめちゃ最高だなって思って確かに。まあ、まだあれだっらね自分が <laughs> 頑張る時期だからやるしかないけど、はい、いつかはねって、うん、おっちゃいになったらねそれこそ、うん、あのリトルイエローずっと T シャツですけど、うん、にデザインしてるんですけど、うん、古典とかやらないんですか古典も最近やって古典っていうかまあアート表現みたいなのやってて、はい、この先もどんどんやっていくつもりではいる<ー>、うん、古典っていうのはあれですか タブでやってたルーク君とそうそうそうアート表現みたいな、はい、そういうなんていうんだろうアパレルではない生、はい、果物を作ったりとかそういうのは今後もガンガンやっていきたい<ー>でもそのスケボースタイルとかっていうのはさ、はい、自分がさ今ちょっとずつ確立できてるけど、はい、自己表現別の自己表現に対してはまだ道が決まってないから、はい、それをちょっと固めていく。はい 必要があるなと思ってなるほど、ねうん、えー、それでは、まあ、最後の質問です。この番組を聞いてもっとじ自分らしくいられる人が増えたらいいなというのが「w e i r d o の願いなんですがご自身の経験から伝えたいことなどリスターにメッセージをお願いします、うん、あ本当に今やりたいことが決まってんだったらもうそれを100%。 頑張って楽しんでやってったらいいのかなって周りの意見とか気にしてる人の方がめちゃめちゃなんか後悔してるなって今になって思うかだからうーんその変わった個性とか変わり者って言われる人間は逆にすごくいいことだと思うからそれを。 えっと、補ってもらえる人だったりとか、その個性が最大限に使えるところの場所を早く見つけた方がいいなと思います。ありがとうございます。じゃあ、あ今日はありがとうございました。ありがとうございました。